はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミュニティ見てみたいと思います。爪はギター弾く前には必ず磨いてます。お尋ねしますが、プロの方は長さはいつも一定にしているのですか？伸びた分は削るのですか？仕事がパソコンなので爪の重みを感じたら伸びてます。その時に短く切りすぎて失敗します。爪の長さって人それぞれですが、一定に保つことはどうなんですか？はい、僕はですね、爪の長さはいつも一定、まあ一定なのかどうかっていうのはそこまで考えてはいないです。でも、伸びた分は削るみたいな感じですね、で、まあいろいろヤスリ、ガラスの使ったりいろいろとあるんですけど、爪切りは使わないです。まあ僕の爪の長さってまあそんなに長く長い方ではないと思うんですけどね、でもまあ形とかねいろいろあるんで、まあ長くすると僕は結構引っかかる爪の形状になっちゃうんですよね。だからまあ短めにしてますけど、こう長さを一定というよりもこう触った感じで、あ、このぐらいでこのぐらいで通るかなみたいな、こう触ってね、それで僕は結構長さを確認してるような感じ。だからだいたいこういつも同じ長さになるようにとか同じ見た目になるようにっていう感じでは削ってないですね、なので僕的にはまあなんかね、長くなったところは削ってる感はそりゃもちろんあるんですよ。長くなった分削ってる。ただ毎日削ってるというよりは、まあ一回整えて何日かはその状態をキープしてるように2000番だけを使ってるような感じ、で、あ、ちょっと長さを感じるってなった時に少し形作りをするみたいな感じですね。だから何日かに1回形作りをして、で、形作り、次の形作りまでは2000番を使ってみたいな、なんかそういう感じでやってます。まあ、爪切りは使わずに、削ると。で、爪、人の爪ってやっぱり、まあ、人っていうか動物もなんか、まあ、爪はねこう日々同じ状態ではないと思うんで、だから時間が経つにつれて自分の爪の形状も変化してくるし、だからね、この爪を磨くと言ってもいつもこうね、自分からこう見て爪の形こんな感じで作れば OK みたいな、その形を気にするのは結構危険かなと思うんですよ。やっぱりその時その時でしっかり触って、あ、これだと弦がちゃんとうまいことスポンと通過するなっていう状態、感覚、その感覚を頼りにしてるっていう感じですね。だから全然こうどのぐらい削れたかななんてのは僕ははっきり言って全然見てないんですよ。それよりもこう削って触って、あ、このぐらいだな、変にこう邪魔な状態、邪魔な爪というか出っ張り、変な出っ張りないなとか、なんかそういうのを気にしてるみたいな感じです。で、まあ、ちょっと短すぎちゃったかもなんてこともあったりするんですけど、まあそれはね、日々の爪の、日々爪を磨いて感覚をしっかりと意識してっていうのを続けていけば、やっちまったなんてこともねないと思うんです。ちょっと短いかもといっても使えない爪ではないというか、まあそんな感じかな。
と思います。僕はそういう感じです。うん、はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントをどうぞ。